ネル DYM 人事部の佐野です。川田です。本日は早稲田大学23卒就活生の圧迫面接ということで、本日はゲストに松本さんにお越しいただいてます。松本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、普段これ見てくださってるということなんですけども。あ、そうですね。あ、そうです。どうですか、あの出演してみて実際にこう緊張するもんですか。これめちゃめちゃ緊張します。足震えてるの。本日の設定としては総合商社の一次面接ですね。この面接で次の選考に進めるかどうかをジャッジしてくださいということなんですが、松本さん、自己紹介をお願いします。かしこまりました。早稲田大学から参りました松本と申します。出身は東京都で、学生時代は主に2つのことに力を入れてまいりました。1点目がサッカークラブのコーチ業、2点目がフットサルサークルの運営になります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。就活の軸設定しているものあればお伺いしていいですか。就活の軸として私が設定しているものは、はい、周りの人を巻き込みながら、たくさんの人と関わって仕事をしていくというところでございます。はい、たくさんの人と関われることがなぜ松本さんにとって大事なんですか。それは先ほど、自己紹介の方で申し上げました、サッカークラブのコーチ業とフットサルサークルの運営というところで、特にその周りの人とたくさんの人と関わるというところに価値を感じたのが理由になります。総合商社の方で周囲の人を巻き込めるそうだなって思ってくださったがゆえに受けに来てくれてると思うんですけれども、はい、これってどのような特徴からこのようにご判断いただけましたか。総合商社の業務といたしまして、やはり、はい、事業投資だったりとか、または貿易としてさまざまなやり取りというのを行うと思うんですけれども、そこの中でさまざまな方々がいて、外国であったり国内であったりさまざまな方がいる中で、さまざまな人を巻き込みながら一つの大きなプロジェクトであったり事業というものを完成させるというところが、総合商社の中ではできることだなと考えたので、総合商社を志望いたしました。総合商社で具体的にこれやりたいってことありますか。そうですね、私自身は、鉄とあとはエネルギー関連に興味がございまして、もし可能でございましたらそちらで働きたいなとも考えております。鉄とエネルギーに携わっていくことで松本さんの自己実現というか理想の将来には近づくんですか。これはそうですね、周りの人を巻き込むという点ではやはり鉄とかエネルギーというのは、人々の生活に欠かせないものですし、特に鉄に関しましては現在実は需要がどんどん伸びておりまして、発展途上国であったり東南アジアやアフリカの国で特に鉄の需要が伸びているところもあって、自分の先ほど申し上げた、価値実現としての、周りの人を巻き込むというところにより一層近づけるのではないかなと考えております。生活に欠かせないかどうかでいうと不動産も家も服も食もあとは通信もインフラも結構生活においては欠かせないものってたくさんある中で、生活に欠かせないものランキングでこれが上位に来る理由って何ですか。松本さんの中で理由といたしましては、私としてはやっぱ規模かなと考えておりまして、どうしても鉄とかエネルギーというのは本当に産業の基本になっていると思っているので、何かを作るにしても何か動かすにしても必ず必要になるのはその2つかなと私は考えているので、そういった点でやっぱ世界全体で幅広く必要になるかなという点で、特にその2点が私にとっては重要なのかなと考えております。なるほど。ここで人を巻き込むっていうのがあんまりイメージわかんないんですけど、先ほどお伺いしたんですけど、はい、改めてもう一回お伺いしていいですか。事業投資だったり、その貿易においてやはりさまざまな、ステークホルダーがいらっしゃる中で、そこと利害調整だったりとか意見調整を行うというところに、周りを巻き込むことの必要性が感じられたので、私は先ほど申し上げたその周りを巻き込むというところに非常に価値というものを、感じました。さまざまなステークホルダーって何と何と何ですか。商社の業務ですと、やっぱ川上から川下までと言われているように、生産者から卸であったり小売りであったり、そのさまざまな、生産から販売まで携わるというところで、それらの方々が特にやっぱステークホルダーとしては当てはまるのかなと考えております。周りを巻き込むって何ですか。私としては自分が動くことで他の人も必ず、ついてきてくれるような環境というか、システムのようなものだと思っておりまして、のようなものっていうのを使わず、周りを巻き込むとは具体的に何をすることなんですか。意見を調整することであったり、利害を調整することかなと。でもそれ総合商社の仕組み上関わりに行かなしょうがないんで、松本さんの影響力とか巻き込み力関係なくないですか。あんまり関係ないですか。これは関係あるとは思います。と言いますのもやはり特にやっぱ総合商社最近は新規の
まず事業投資というものを盛んに行っておりますので、そこでは特に私がもし御社に入社した場合、その巻き込む力であったりとかっていうのを、まあ、存分に発揮して、まあ、新しい新規事業を立ち上げたり、あるいは新しい顧客だったり新しいステークホルダーというのを、まあ、見つける、そしてそこに対して関わっていくというところで、巻き込む力というのが求められるのかなと考えております。巻き込み力が高くない人と、はい、松本さんが同じポジションにポンと入った場合どういう結果の違いが出るんですか？個人としての結果も、まあ、もちろん差が出る可能性があると思うんですが、それよりも、まあ、集団としての、まあ、価値が向上するという点で私はこうより評価していただけるのかなと考えております。というのもその巻き込むというところで、やはり集団を動かす、組織を動かすところにも関わってくるので、そこで集団としての結果がさらにこう向上するのではないかなと私自身は考えております。なぜ向上するんですか？組織という、まあ、そのものの構造上もちろん一人では動かないんですけれども、私がこう人を巻き込むことで他の人も連動して、単純に足し算じゃなくて掛け算として動いていくことができるというところで、まあ、向上というところになるのかなと思います。みんなそれやってるんですよ、社会人の人たちって。だって僕だって普段いろんな人巻き込んでやってますし、佐野さんだって巻き込んで仕事してるわけですよ。新卒と企業マッチングするっていうので巻き込んでるわけじゃないですか、はい、そこを松本さんは人より巻き込み力が強いですって言ってるんだから、はい、それって何が強いのっていう質問ですね、うん、なるほど。巻き込むことに関しまして、私が特にさらに、まあ、こう掘り下げますと、なんか仕組みを作るのが私は得意かなと考えております。その仕組みを作るとはどういったことかと申し上げますと、まあ、その組織の根幹にあるまあ、ベースとなる部分で、誰がその組織に入ってもその組織が動いていくような、そういったものをまあ私自身は仕組みと考えていて、そこをまあ構築していくところに私の強みがあると思いまして、 そうですね、そこが私の強みだと、はい、考えております。具体例はあるんですか？具体例は先ほどその自己紹介で申し上げました、そのサッカークラブのコーチ業というところと、あとフットサルサークルの運営というところにまあ帰結するんですけども、はい、その2点に2点がまあ具体例という形にあります。なぜそれが得意なんですか？なぜそれが得意かと申し上げますと、私自身やっぱりこう、まあ、人と喋ったり人と話すのが好きっていうところがございまして、その人と喋って話していく中で人が何を求めているのかであったり、まあ、この今組織においてこういったものが足りないんじゃないかっていうのを、まあ、見つけるのが自分は得意だと思っておりまして、まあ、そういったことから、まあ、誰が入ってもうまく回るような組織っていうものをま作れるんじゃないかなと、そういう力があるんじゃないかなと思っております。合格判定に移りましょう。それではいきます。せーの、ドン。合格。多分巻き込み力って自己紹介でおっしゃってくださって、サッカークラブの経験とあとはフットサルサークルの運営、はい、っていうここを本来的にはこのなんだろう、巻き込み力がある松本さんっていう共通認識が取れた上で面接が進んでいく、イメージだったのかなと思うんですけれども、多分ここの説明とかエピソードの展開をしてしまうと話長くなっちゃうからっていうので割愛してくれたのかなっていうところで、巻き込み力、まあ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 最初の自己紹介でおっしゃってたエピソードからこうなんだろうな、想起されたのかなっていうところで、巻き込み力ないとは思わなかったんですけど、実際にこれが具体的に商社でどのように生かされるのかと、あとはその私が質問させていただいた内容なんですが、はい、川上から川下まで巻き込み力があろうがなかろうが別に商社の仕組み上そうなっているので、それがどう生かされるのかがあればもうちょっと点高くなるんですけど、ギリギリ受け答えの良さとそれなりに商社のことは調べてくれてるなっていうところでギリ通過って感じですかね。松本さんの受け答えに関しては、はい、圧迫面接みたいなのをしてきた方の学生と比べた時にどちらかといえば全然優秀な部類だったと思います。ただ総合商社の一次面接って結構普通よりも難易度高いので、はい、総合商社の ES とか通って面接に進んでる時点で結構ライバルもそこそこ志望度高かったりとか強い人たちが集まってきてると思うんで、もう少し言語化できてた方がいいのかなと思います、はい、理解にやっぱりこっちが時間かかっちゃってる時点で、松本さんも今この場で即興で受け答えできてるのはすごくいいことで、まあ、そこはすごい力があるんだろうなと思うんですけど、はい、巻き込み力って何なのかっていうところを説明するのにすごく苦戦したじゃないですか。強みは巻き込み力あることじゃなくて
人の課題だったりとか何考えてるかっていうのを察することができるっていうのが松本さんの多分強みなんですよ。でそれって確かに実際ある人って強いんで組織運営に生かせるっていうところに生きていくんですけど、はい、そこからちょっと飛びすぎちゃって巻き込み力があるって抽象的な言葉にしちゃってるせいで逆に自分の首絞めてる印象がありました。勝者の一時って結構難しいんでそこまで詰めていけば勝者受けはしそうな感じだと思うんで、うん、いいのかなと思いました。はい、就活チックにやりすぎかな抽象度上げるとそれっぽくなるんですけどその分自分が苦しむっていうもっと分かりやすくシンプルに言った方が回答がスラスラできてコミュニケーションしやすいなっていう印象を持たれると思うんでこんな感じで、はい、一旦時間来たんで切ります。ありがとうございました。ありがとうございました。